おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田里乃です。今回も声の人にお店のコンセプトを選んでもらって、お題を出してもらって、リノログ的に良いお店を、ご紹介していきたいと思います。じゃあ今日のお題をお願いします。今日は、うん、渋谷で、はいはい、コスパの良い、コスパの良い、コスパの良いって、声の人的にはどういう感じ？安いとかそういうこと？うん、そうだ。自分のコスパの良いは、値段に対して味だったり空間だったり人柄だったりとかの、全体的なパフォーマンスが高いお店がコスパいいっていう風に考えてるんだけど、それでも大丈夫？値段に対してパフォーマンスが高い、うん、そうパフォーマンスが高い、それで、じゃあ、考えていきたいと思います、うん、渋谷のコスパの良い居酒屋、どこがいいかな。ここら辺いいね。じゃあ1点目、富士屋本店です。このお店って、立ち飲みの名店って言われていたお店で、富士屋本店っていうお店はね、で長年ずっと愛され続けてたお店なんだけど、2018年ぐらいかな、渋谷の工事があったじゃない、それで一回なくなったお店で、でも代官山に行く道あるじゃん、その道に新しく2018年の12月ぐらいにリニューアルされたお店なんだけど、このお店ってとにかくワインというか、そのお酒も、お食事もすごくリーズナブルで、その特にワインの品揃えがすごくあって、でもなんかワインってすごく、まあそのちょっと高めというかのイメージあると思うんだけど、ここの、富士屋本店では、1杯400円から飲めるのね。でその400円といっても、酒屋さん、富士屋本店ってもともと酒屋さんなのね。だからすごく安く仕入れてるから、リーズナブルでちゃんとしたワインがいただけるっていうお店で、しかもワイワイ、その大人数というか、そのワイワイした雰囲気だから、カジュアルに、ちゃんとしたワインを、そしてちゃんとしたお料理をいただけるっていうお店になってて、でその2018年の時にリニューアルしたって言ったんだけど、もともとそのアルフォルノっていうね、ピザ屋さんが渋谷にねあったんだけど、そのお店も私すごく好きで、亀焼ピザのお店なんだけど、そのお店もなくなっちゃったんだよね、その大改造の時に。でも富士屋本店さんとアルフォルノさんが一緒に今経営をしていて、富士屋本店という名前でピザを、アルフォルノのピザがいただけるっていう、私的にはめっちゃ嬉しいお店になってます。で特にお食事美味しいんだけど、おつまみ系もすごく豊富で、まあみんなで飲みたい時とかにもすごくおすすめだし、前のお店は立ち飲みしかなかったんだけど、今は立ち飲みも着席もできるようなお店になってて、どっちの使い方でも利用できるようなお店になってます。なのでとっても私的にはイタリアン系でワイワイできてっていうお店って結構貴重だと思ってるから、よく使わせてもらってます。1点目は、富士屋本店さんでした。じゃあ次2点目を探していきたいと思います。2点目は2点目じゃあ、道玄坂の方に行こうか。このお店いいかも。じゃあ2点目、
渋谷にあるコシタンタンさんっていうお店です。自撮りの、専門店で自撮りのお店なんですけど、鳥の、いろんな種類を揃えているお店で、まあ私九州出身なのでたまに宮崎の、チキン南蛮を食べに宮崎まで行ったりとかしてたんですけど、そこの宮崎のチキン南蛮が食べれるっていう、なかなか東京で食べれるお店って少ないのですごく嬉しいお店です。で、私がいつも宮崎で食べているあのチキン南蛮のお店があるんだけど、そこの味とね似てるっていうので私はここのチキン南蛮が好きかな。あとあのチキン南蛮は、限定30食かな、なんかそう限定なので、なるべく行くときは早めに行った方があるかもしれない。あとランチもやってるのね、このお店。だからランチでチキン南蛮食べたい時とかもおすすめです。2点目は、コシタンタンさんでした。じゃあ次3点目探していきたいと思います。3点目もあれだね、道玄坂コスパのいいお店多いんですよ。どこがいいかな。じゃあ3軒目いきたいと思います。3軒目は、もつ焼きうっちゃん道玄坂店です。で、平日でも予約必須なお店なんだけど、串焼きともつ焼きのお店なんだよね。で、何でもね本当美味しいんだけど、特に私がおすすめのコース流れは、まず、串を何品か食べます。食べたやつ食べて、でネギレバー、レバ塩ユッケ、あとホルモンを食べてほしい。あともつ煮を食べてほしくて、で最後の締めであれ焼きそばがあるんだけど、3種類かなあるんだけど、私が一番好きなのは黒胡椒レモン焼きそばっていう、かなり変わってると思う、変わってるように感じると思うけど、これ本当美味しくて食べてみてほしいです。で私はねこの味はね今まで食べたことない味がしましたから毎回頼んで締める。あとお酒がね結構濃いめで、全部お酒がね普通氷に入ってるでしょ、それがその氷がお酒になってるの。だから氷で溶けたお水が混ざって、あと最後普通薄くなっていくと思うんだけど、それがなくて、濃いまま最後まで飲めるっていうのも、お酒が好きな人からしたら嬉しいですよね。でこのお店結構早く閉まってしまうので、で4時ぐらいからやってるのかな、だから早めから飲みたい時とか特におすすめで、品数も結構限られてるから、まあ、8時とかに行ってしまうと売り切れが多いので、早めの時間帯に、1軒目として使ったりするのは一番おすすめしてます。3点目は、もつ焼きうっちゃん道玄坂店でした。4点目いきたいと思います。4点目は、のんべい横丁あたりにしようかな。のんべい横丁、あ、いいお店見つけた。はい、4点目渋ドラっていうお店です。でこのお店は私は大人数の時とかワイワイできる、お店としてよく使わせてもらってるんですけど、まず渋谷から3分っていうのも結構嬉しいポイントで、
まあ、なかなかね、あの5分以上とか歩くの嫌だっていう人いるじゃないですか。でしかも大人数だと早くね、つける駅から早くつける方がいいなっていうのがまず一つ。このお店も、当日の遅い時間だったら取れるんだけど、特に勤労とかはあの前日ぐらいには取ってた方がいいぐらい人気で、だから事前に予約することをおすすめしますで、あの渋谷駅からすぐでいいお店、いいお店っていうか、そのワイワイできてイタリアンバルなんだけど、イタリアンバルって結構難しくて、私はいろんなお店行ってきた中でこのお店が一番いいと思ったんだけど、しかもその大人の雰囲気もちゃんとあるのね。で打ち上げにも使える感じで、ご飯も美味しい、でお酒もかなり充実してて、お酒飲めない人でも楽しめるようなメニューもあるし、お酒飲める人も、いろんな種類置いているから飲める、あ、楽しめる内容に、なってるのがすごく魅力的なのと、あと、釜焼きピザがあったりとか、まあ、メニューの種類もすごく多いっていうのと、何より店員さんのテンションめっちゃ高くて、こう、行くと元気になるっていう、お店です。でここのその店員さん本当にあの気遣いも素晴らしくて、前冬すごく寒い日に、あの帰りに、あ、コート預けるじゃないですか。そしたらあのコートのポケットにあのカイロが入ってたんですよ。で、あのメッセージ付きのね、カイロがあって、すごく嬉しかったのを覚えてる。なんかそういうお店ってすごく愛があるなって思うし、こうまた来たいなって思って、それからすごく利用させてもらってます。今日は4点、お店を、私が好きなお店を紹介していったんだけど、どうでした？普段行ってる居酒屋とかと違って、うんうんうん、コスパいいのにすごいなんか高級感も、そうだね、確かに確かに、すごい行ってみたくなった。それは嬉しいですね。そう、なんか私がね好きなお店っていうのは、全てにおいてそのちゃんとしてるというか愛があるお店が好きだから、今言ったあの今ねあのご紹介した4点は全てあのちゃんと愛のあってコスパも良くてっていうお店だから、あのしかも渋谷っていうねいい立地でっていう好条件がすごく揃ってるお店だから、あのぜひ行ってみたら絶対満足すると思うので行ってみてください。じゃあ今日は、リノログ第2弾でした。また、第3弾第4弾ってあの続けていこうと思っているので、見てください。じゃあバイバーイ。